こんにちは、リップス吉祥寺店スタイリストの後藤とアシスタントのキャラです。今日は大人気のツイストスパイラルパーマのスタイリング方法について解説していきたいと思います。今回のモデルさんは前髪を分けるのと下ろしたマッシュスタイル両方できるバランスの長さになっているので、こちらも解説してやっていきたいと思います。お願いします。それでは、まずマッシュのスタイルの方からやっていきたいと思います。まずドライからオイルをリプッシュして髪の毛になじませます。ドライしていきます。まずドライするにあたってポイントが2つあります。ドライは8割程度に乾かします。もう1つは根元を立ち上げてふっくらするように乾かしてあげるとスタイリングもうまくできます。毛先が少し湿ってるぐらいでスタイリングしていきます。まずツイストスパイラルパーマはツヤ系のワックスととても相性がいいです。なのでリップスのワックスでいうとこちらの2つ、ザ・グロスワックスとグロスムーブワックスがおすすめになりますので、こちらでスタイリングしていきます。下ろしたスタイリングをグロスムーブワックスで、分けたスタイリングはザ・グロスでやっていきます。量はこのぐらいの第一関節ぐらいでやっていきます。後ろからつけていきます。ここでまたさっきと同じ量ぐらいを上の方から順番にめくり上げてつけていきます。眉毛をつかんだだけこっちを見ます。上げの方が近いです。少しだけ余ったので前髪ごと持ち上げます。こちらで完成になります。それではセンター分けの方のスタイリングやっていきます。指2本分ぐらい押さえて最初乾かしてあげて、その後に根元が立ち上がったら横を前に乾かしてあげると顔が大きく見えず収まるので小顔効果ができます。それでは、ザ・グロスでスタイリングしていきます。こちらも第一関節分ぐらい減らします。また前側でこのぐらい使っていきます。センター分けの付け方は左右を別にしてめくってつけていきます。これを順番に下ろすように等ぐらいに分けて下ろします。で握ってまた下ろします。これで肩に下がります。あとは正面からのシルエットを整えて、そしたら完成になります。はい、これでパーマスタイルのスタイリング講座を終わります。ぜひパーマをする際は、リップス吉祥寺にてお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。